嘘っぽいよね。私もなんかちょっと嘘っぽいなと思うけど、まあ、値段もそんなに高くないからちょっとまあ一歩踏み出してみてほしいな。始まりました、メカニック TV。 こちらのチャンネルは整備士や車が好きで興味がある方に向けた情報チャンネルです。株式会社レソリューションがお届けしております。今回はじゃん、トークに引き続きエネオストレーディングさんのエコフォース、あのトークの後に実際にこの BMW のディーゼルの方にこっち入れて、こっちのガソリン車の方に入れて、スタッフがこっちは200キロよく走ったね、200キロこっちは私が100キロ走りました。で一応今回、エンジン振動とか音とかも一応測った、今出てるとは思うんだけど、そこはあんまり変わらなかったなと思う。アイドリングと3000回転の振動と音を取ってるんだけど、まあ、今回さ初めて入れる、100キロの1本ぐらいじゃ振動とか音は分からなかったね。明らか静かになった。元からちょっとさ静かな、もうエンジンっていうかさ、もうエンジン自体が静かっていうのもあるけど、今回1本だけじゃあエンジン振動とか、あちょっと静かになったなってところまでは感じなかったけど、この撮影してる時に私がアクセル踏んでたんだけど、こう3000回転バーって言うんで、3000でこう1回止めてバーってもうアクセル離すでしょ、それ下がるじゃん。でこの1000切るぐらいの時にさ、車ってなんかこうなるじゃん、なんか分かる？そこがねちょっと静かだったりスムーズな気がしたんだよね、運転席でアクセル踏んでる感じだと。でまあ感想的に言うと変わったよ。なんか私すごい疑ってた、その添加剤を、私が普段整備士やってる時にやっぱお客さんの車にはねよく入れる機会はあったので、それは営業マンが多分おすすめとかして、うちらはこの車に入れてくださいっていうのはあったけど、いざ自分が乗ってる車、よく使う車で試すっていうのが初めてで、結構疑ってたんだけど実際変わった。それはでも思い込みなのかなともちょっと半分思うところはあるこれ痩せる薬だよって言われたら痩せるみたいな感じですそういうのもあるんだろうけど、なんか、まあ、私今回こっちなんだけど、高速とか下道とかトータルで100キロ乗って、まあなんつうのかな、下道で信号待ちで止まって発車するとき、ゼロからスタートするときの、アクセルペダルの軽さっていうか、これペダル変えた、本当にこれ言い過ぎかなと思うんだけど、なんかペダルグリス塗りましたぐらい、なんかペダルも軽くなるし、車体自体も軽くなって、こうなんていうのかな、発進がスムーズになった気がするの。でこれスタッフこっちはどうだった、私的にはガソリンよりなんかディーゼルの方が分かりやすいんじゃないかなとも思ってるはいるんだけど、こっちは、はい、まあ、ディーゼルの方は、うん、元々、低速のトルクがいっぱいあるエンジンなので、うんうん、まあそうだね、ガソリンよりはね、ゼロ発進がどうのこうのというよりは、うん、高速走ってて追い抜きにかかった時、うん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 、ちょっとアクセルグッて踏んだ時の車の重さが100キロぐらい減ったかなぐらいな。100キロもちょっと軽くなったかな。本当100キロ軽くするって結構お金かかるところだよ本当、まあ、でもあれなんだ、じゃあ下道よりはなんかやっぱその高速とかのちょっと距離が出てる、スピードが出てる時の追い抜きとかにちょっと変わった感じ。そうですね、まあ、下道でもグッて走ってるところからちょっとアクセル踏みました時のエンジンの力が増してるような気がします。やっぱちょっとガソリンとディーゼルで、まあ、私とスタッフの感覚の違いとかもあるんだろうけど、車の違いとかで、私やっぱそのゼロの距離じゃないのに、ゼロのスピードからこう発進する時の方がスムーズだったなと思って、今回1本目でここまで出たってことは、やっぱ添加剤好きってさ、やっぱ半年に1回もう何十本って入れてる人たちっていると思うんだよ。そうすると多分私が感じたこの感覚よりもっとすごい感覚で感じられるから、あ添加剤好きな人ってあこういうことなんだなっていうのはちょっと一歩踏み出したよだから今回100キロしか乗ってない、まあだからガソリンもまだ使い切っていない、ほぼね、だからまあ次使い切って、まあ、5000キロだから、まあ、半年に1回オイル交換とか、まあ、点検とか、まあ、メカニック TV は半年に1回に点検をしましょうって推薦してるんだけど、その時にまあついでに
入れてもらう、エネオスとかでじゃあオイル交換しました、じゃあついでにこの添加剤入れてくださいっていうのをちょっと続けてみようかな、これで。で添加剤でもね、まあ、沼なのも分かるよ。1本目でこれは結構楽しかったのなんかそのでも分かんない、その分かんない、そのさ添加剤本当は入れてないのにこれ添加剤入れました変わりましたって言われたら、あ変わったって言うかもしんないけど、今回1本入れてこんなに変わったんだったら、ああ楽しい、ってかこれちょっと3号にも入れてみたいなと。私は3号に入れるのは怖い怖いってトークでもよく言ってたんだけど、誰にそう暗示をかけられたか分かんないけど、ああいうちょっとエンジンも特殊でなんかスポーツカーに添加剤入れるのってちょっと怖いと思ってたんだけど、まあインジェクター、なんかトークでさインジェクターが綺麗になるとか言ってたじゃんね。そのインジェクターが綺麗になるとかは確かに1本じゃ分かんないと思うし、わざわざインジェクターを私も開けようとは思わないからあれなんだけど、まあ、インジェクターが綺麗になると詰まりにくくなるとか、そのじゃあ3年後5年後10年乗るって考えた時により愛着があったりとか壊れなかったりとか、うちら整備士もそのインジェクター交換をする回数が減るって考えたら、一オーナーがみんなこういう添加剤とかにちょっと興味を持ってこれから入れてくれたりとかすると、うちら整備士も助かるし自分の愛車を長く乗ったりとかできるなと思って、私の産後もう10年落ち10万キロ超えてるから、なんかそんな、 なんか古いのに今から入れてもやっぱちょっとずつ綺麗になっていくらしいから、一気にはなんないけどやっぱ時間かけてちゃんとやっていくと綺麗になるから、ちょっと今ね古い車乗ってる人とかにもおすすめだし、買ったばっかで新車で買った人もこれからじゃ10年とか乗るって考えたら、新車の時からこういうのをやってるとより快適なドライビングができるかなと思う。まあこっちちょっと乗ってみたいな、ディーゼル。元知らないじゃないですか。元知らない、あ確かに元知らなきゃあれか実はですね、うん、何前回高井さん、ああトークでね、エネオストレーディングご担当の方、うん、来ていただいたじゃないですか、うん、でその後またご連絡したら、うん、なんと何エネオスのガソリンスタンドでこんな貼ってくれるの逆にあれじゃん、そうメカニック TV でこれを宣伝するよりエネオスの店舗にこれ貼ってあったらメカニック TV の宣伝の方が効果大じゃないなんかこっちが良くしてもらっちゃった、えこんなん、うわもうちょいあれかな、疑わない方が良かったかなまあちょっとまあメカドルに騙されたと思ってさ一回使ってみよう、うわこんなん貼ってくれるって、まあ、じゃあこれを見かけた人は絶対買ってこれ見て買いますって言って店員さんにあ、そう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 、そしたらまた何かにつながるかもしれないからこれを見た人はぜひとも店員さんに、あメカドルが勧めてたんでって言って買っていただければとっても嬉しい今回さ私たちがまあ音振動あとは自分の感覚だ、これはまあ疑ってる人もいるとは思うけど、まあこれはエネオスの店舗でどこでも売っているらしいので、ちょっと気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今日のメカニック TV はここまで。